士の角度は30度。どうもゆきりぬです。今日はですね、いや最近本当疲れたんですよ。今週先週といろいろドタバタして、あっち行ったりこっち行ったり、打ち合わせやったり、別の撮影したりみたいな感じでいろいろ動いてたんですよ。まあ、そんな感じでね、動画も上げられなくて本当に申し訳なかったなって思うんですけれども、最近なんか疲れた疲れたばっかり言ってて本当申し訳ない。でもね、事実なの、疲れちゃったの。多分運動してないからかな、わからないんだけれども、そんな感じで忙しかったので癒されたいなと思いまして、あるものを購入しました。それがこちら、よいしょ、入りきりませんね。はい、ということでじゃじゃん、ヨギボーです。これは何かというと、人をダメにするソファ。はい、ということでね、結構でかいんですけれども、早速開けていきたいと思います。それではリッツラゴー。でかすぎてね、ちょっと顔も入らないし、どうやって開けたらいいのかわからないんですけど、こうしてこうじゃ。じゃあ上げていきます。すごい角度だ、斜めにしているよ。いけ、しゃー、はいはい、いきます、せーの。でかっ、手がこんぐらいのサイズですよ。とても大きい。じゃあ早速出していきたいと思います。ゆけー、あ、くっさくっさ、死にそうになってる。あでかすぎてね、ちょっとお部屋が出せる。よいしょ、やばい、でっか、ゆっくりいくね。あ、でも意外と硬い。無印の人をダメにするソファあるじゃないですか、あれよりかはちょっと硬めです。で、これで私何をしたかったのかというとね、あれがやりたかったんですよ。この体勢でゲームをしたかったの。やったー。で、ここにこうやって飲み物とかテーブルの上に置いてポテチとかを食べて、やばくないこれ、いいよこれ、適度なフィット感があってとってもいい。やった、マジ買ってよかったけど、どこに置こうね。まあいっか、いつものクッションが置いてある場所にこれを置いたらいいのかなと思います。でもね、1個欠点があるとしたら、臭い、化学の匂いが本当にするんですよ。で、これが一応海外で販売してるやつなんですけど、これ一番普通のサイズなんですよ。思ってるでかかった。悩んでたのは、これのもう一個大きいサイズがあって、それですごい悩んで、まあでも家ちっちゃいからこれにしようと思ってこれにしたんだけど、海外サイズだね、本当にびっくりした。届いてからだって3人座れるもん。1、2、3、3個1です。違うか。すごっ。わー、そんなわけで、これでね、オフの日はゲームとアニメと編集三昧したいと思います。それでは今日の動画はこれで終わります。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひ高評価よろしくお願いします。バイバーイ。